田ですが。あ、こんにちは。あの、沼田です。ああ、奥さん、なんで番号がわかったんですか。主人の携帯から確認しました。あの、またお話聞いてもらえませんか。よく言いますよ。大して話すこともないくせに。僕をバカにしてるんでしょ。いいえ、違います。昨日は緊張して喋れなかっただけなので、今日はちゃんとお話できます。だったら僕の家に来てよ。それなら話してもいいですよ。それは。なら他の人間に相談に乗ってもらってください。待って、あの、行きます。どちらですか。大丈夫。話して帰るだけ。ただそれだけ。もし襲われたら、これがあるから。大丈夫。奥さん。すいません、お忙しいのに。いいですよ。どうぞ、こちらです。そこ座ってください。オレンジでいいですか。あ、はい、いただきます。営業でこの辺回ってましてね。それで家が都合が良かったんですよ。ああ、そうですか。で、話って何ですか。副業をしたいと思っていて、今インターネットで稼ぐとかそういうの流行ってるじゃないですか。それでそういうのがよくわからないので、久保田さんなら何か知ってるのかなと思ったりして。そんな相談を聞くためにわざわざ会社から抜け出してここまで来たってわけか。あ、すみません、すごく失礼でしたよね。ごめんなさい。やっぱり帰ります。また帰っちゃうんですか。
それも失礼じゃないですか。でも何なんですか。ごめんなさい。本当のこと言ってくださいよ。僕に気があるんでしょ。いや、あの、違います。それは違います。じゃあなんでうちに来たんですか。欲求もんのでしょう。いや違います。いや、全然そんなことはなくて、あの、ちょっとあの、やめてください。あの、違うんです。じゃあ何なの。本当のこと言います。本当のこと言いますから落ち着いてください。何なの。あの、主人があなたとデートすると喜ぶんです。は？そういう性癖があって彼が喜ぶので、ちょっとだけあなたにお付き合いをお願いしました。はあ？俺とデートすると興奮するの？そうみたい。ああ。